衆議院、衆議院、衆議院は、日本の立法二る国会の議員の一つ。1890年、明治23年の明治憲法の施行に伴って、帝国議会の会員として設立された議員であり、貴族院と共に帝国議会を構成した。1947年、昭和22年の日本国憲法施行後は、国会の会員に再編され、 参議院と共に国会を構成している。日本国憲法下で参議院と共に国会を構成している一員である日本国憲法第42条。参議院と同じく全国民を代表する選挙された議員で組織される日本国憲法第43条第1項。議員定数は法律で定められる。具体的には日本国憲法第43条。 第2項の規定に基づき公職選挙法第4条第1項に明記されている。1947年昭和22年5月3日に日本国憲法が施行されて初めて召集された第1回国会は新憲法施行の直前の1947年。 昭和22年4月25日に執行された第22回衆議院議員総選挙で選出された議により構成された。この総選挙は第92回帝国議会で新憲法に考慮して改正した衆議院議員選挙法同年3月31日交付に基づいて行われた。選出方法は中選挙区制で定数は466人。 1950年、昭和25年に、衆議院議員選挙法を廃止して、新たに公職選挙法を制定した。この時は、選出方法、定数とも変わらず、中選挙区制、定数466人と定められた。1953年、昭和28年には、現在の鹿児島県奄美市及び大島軍に属する奄美軍党の復帰により、 甘み群島区が設けられたことで1増の四の467人、1964年、昭和39年に19増の四の486人、1971年、昭和46年には、沖縄復帰により、沖縄全県区が設けられたことでも増の四の491人となり、1975年、昭和50年に20増のの511人と、増員された後は、 この定数が1986年、昭和61年まで続いた。定数是正の直接の理由は、産業構造の変化に伴い、東京一極集中に代表される都市部への人口集中が起こったことから、一票の格差が問題とされるようになったことである。ただ、増員のみが続発した背景には、原因が現職議員の失職につながるものであることや、 政権を担う与党にとって不利な定数変更とならないことに配慮したなどの点が指摘されている。1983年、昭和58年、一票の格差が3倍以上に達する場合には憲法14条に違反するとも返される最高裁判所の判決が出された。これを受けて、1986年、昭和61年に、 初めての原因を含む8増7減8選挙区で1人ずつ増員し、7選挙区で1人ずつ減員、差し引き1増の512人となる。さらに、1992年、平成4年には9増10減、9 0 0で1人ずつ増員し、1 0 0 0で1人ずつ減員、差し引き1減の511人となった。1993年、平成5年、 いわゆる政治改革の一つとして、選挙制度改革が論じられた。その結果、従来の中選挙区制は廃止され、小選挙区比例代表並立制が導入された。同時に、定数も改定され、511人から500人、小選挙区300人、比例代表200人に減員された。2000年、平成12年に、比例代表の定数について20削減され、 定数は480人、小選挙区300人、比例代表180人となった。なお、議員一人当たりの人口は26.7万人であり、これは OECD 加盟国34カ国中33位と人口に対して定数が非常に少ない部類に入る。2014年、平成26年に小選挙区の格差是正により後、減され475人。 小選挙区295人、比例代表180人となった。2017年9月28日の解散により、行われた第48回衆議院議員総選挙は、同年6月試行の選挙区改正により、小選挙区では冷蔵6年青森、岩手、三重、奈良、熊本、鹿児島の6県で、各1元、比例代表区では冷蔵4年東北、北、関東、 近畿、九州の4ブロックで各一元が実施され、定数465人、小選挙区289人、比例代表176人となった。これにより、衆議院の定数は日本国憲法施行後最小となる。衆議院議員の選挙は、小選挙区比例代表並立制によって行われる。小選挙区比例代表並立制とは、 選挙人が小選挙区と比例代表のそれぞれに一票ずつ投票する制度。非選挙人、立候補者は小選挙区と比例代表の双方に立候補することができる重複立候補制度。なお、1993年、平成5年の第40回衆院選挙までは中選挙区制、大選挙区制の一種で行われていた。選挙資格び非選挙資格は、 法律で定められる日本国憲法第44条本文衆議院議員の任期は4年だが衆議院が解散された場合には任期満了前に出職する日本国憲法第45条議員は院内では会派、院内会派を作って行動することが多い院内会派とは二人以上の院所属議員で結成する団体のことである政党と ほぼ重なるものの、二つ以上の政党で一つの会派を作ったり、無所属議員が院内会派に所属することもある。その院の各委員会の院数や発言、質問の時間配分などは、政党ではなく会派の所属議員数によって左右される。衆参両院とも、官令により、議長と副議長は会派を離脱する。両議員は、 おのおのその議長その他の役員を選任する日本国憲法第58条。国会法上の役員は議長、副議長、仮議長、常任委員長、事務総長とされている国会法第16条。また、衆議院ではこれに特別委員長、憲法審査会会長、政治倫理審査会会長を加えた8職を役員等としている。 議長は議員の秩序を保持し、議事を整理し、議員の事務を監督し、議員を代表する国会法第19条。副議長は議長に事故があるときまたは議長が欠けたときは議長の職務を行う国会法第21条。議長及び副議長ともおのおの一人で国会法第17条、任期はおのおの議員としての任期までとなる。 国会法第18条。議長は内閣総理大臣の新任式に列席する衆議院選例集69項。第21回国会の鳩山、一郎内閣総理大臣の新任式の際は、議長が欠けていたので原表副議長が列席した例がある衆議院選例集69項。議長及び副議長が共にまたはいずれかが欠けた場合は、 直ちに選挙をしなければならない国会法第23条総選挙後に招集される国会では招集当日に議長及び副議長が共にないのでまずその選挙を行う国会法第6条衆議院規則第3条及び同第9条招集当日に選挙ができなかった例が第1回第29回第37回第45回及び 第127回国会にある衆議院宣令集38号。衆参の議長は参権の長で唯一新任式の対象ではないが、議長、副議長は就任の際、皇居、宮殿に散来して天皇に面会の上挨拶、官報では拝越と表記をし、辞任の際には挨拶の基調をする衆議院宣令集51号こととなっている。 第50回定国議会において議長は、不変不当厳正公平であるべきとの決議が、全会一致で可決され、以後おおね議長及び副議長は、就任に再し投席を離脱している。衆議院選令集65号。議長及び副議長に共に事故があるときは、仮議長に議長の職務を行わせることになっており、選挙、または議長の委任で選出することになっている。 国会法第22条。上任委員長は国会法上の役員である国会法16条。上任委員長は本会議で委員の中から選挙国会法第25条もしくは議長において指名衆議院規則第15条第1項で選任されるが後者の場合がほとんどである。この場合、事前に各会派間で協議された 上任委員長各会派ありあてと会派申し出での候補者に基づいて行われる。委員の選任は、総選挙後初めて招集される会期の初めに行われる国会法第42条及び衆議院委員会、選例集9号が国会法、または衆議院規則の改正により必要となったとき、衆議院委員会選例集0号のみであり、その他の場合は、 移動とみなし、委員の辞任と補欠選任で対処することになっている。また、多くの会派は、毎年秋に招集される臨時会の冒頭で、各委員の構成を見直すことを例とていることから、実際に委員の構成が大きく変わるのは、総選挙後の国会と、毎年秋に招集される臨時会であり、常任委員長が選任されるのは、その際である。現職は、 第182回国会冒頭に議長によって指名された。各議員において特に必要があると認めるときは、その委員の議決をもって、すなわち本会議において常任委員長を解任することができる国会法30条の2。委員会でも不信任動議を可決することは可能であるが、この動議は法的拘束力を持たない。衆議院の本会議で、 解任決議が可決された実例はない。衆議院の委員会での不信任同義可決例は過去に2例あり、1948年、昭和23年12月の予算委員長に対するものと、2007年、平成19年6月の懲罰委員長に対するものとがある。委員長は委員会の議事を整理し、秩序を保持する国会法第48条、 事務総長は、議長の監督のもとに、議員の事務を通りし、公文に署名する、国会法、第28条。本会議において、国会議員外より選挙、国会法、第27条されるが、その手続きを省略し、議長において、指名、衆議院規則第16条第1項することができる、こととなっている。手続きを省略する場合がほとんどである。 現職は2014年、平成26年6月20日に選挙された。特に必要があると判断された場合、特別委員会を設けることができる国会法第45条。第197回国会の招集日には旧特別委員会が設置され、特別委員長は各委員会委員の5選によって選出された。憲法審査会は日本国憲法及び 日本国憲法に密接に関連する基本法制について後半かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議または国民投票に関する法律案等を審査すため、第167回国会から設けられた。ただし、憲法改正原案の審査については2010年、平成22年5月18日から可能になる。しかし、 実際には、第167回国会で野党側の要求により、憲法審査会規定について制定することを見送ることになり、2009年、平成21年6月11日に、自民、公明の与党の賛成多数で規定が制定され、委員50名から構成されることなどが定められた。しばらく委員の指名は見送られ、休眠状態が継続していたが、2011年、 平成23年10月21日に委員が選任されて指導した。情報監視審査会は、行政における特定秘密、2013年、平成25年制定の特定秘密の保護に関する法律、平成25年法律第108号、以下、特定秘密保護法という、第3条第1項に規定する特定秘密を言う、以下同じ。 の保護に関する制度の運用を常時監視するため、特定秘密の指定、同行の規定による指定を言う、及びその解除並びに、適正評価、特定秘密保護法第12条第1項に規定する、適正評価を言う、の実施の状況について調査し、並びに、各議員または、各議員の委員会もしくは参議院の調査会からの、第104第1項、 第54条の4第1項において順用する場合を含むの規定による特定秘密の提出の要求に係る行政機関の長特定秘密保護法第3条第1項に規定する行政機関の長を言う以下同じの判断の適比等を審査するため各議員に情報監視審査会を設ける国会法第1 2条の13しばらく委員の指名は見送られ 休眠状態が継続していたが、2015年、平成27年2月26日に委員が選任されて指導した。政治倫理審査会は、政治倫理の確立のため、議員がその他の法令の規定に著しく違反し、政治的道義的に責任があると認めるかどうかについて審査する国会法第124条の3。政治倫理審査会会長は、 総選挙後に招集される国会で委員の5選によって選出される。衆議院の任期4年は参議院の任期6年より短く、衆議院は任期途中での解散がある。ちなみに、日本国憲法施行後、衆議院が任期満了を迎えたのは1回しかない。より忠実に民意を反映できると解されていることから、参議院に対して優越的地位が認められている。 衆議院の優越。なお、憲法改正の発議などについては優越はない。衆議院のみに認められる権能として、内閣不信任決議権のほか参議院の緊急集会で取られた措置に対する同意権、日本国憲法第54条第3項がある。なお参議院で行われている表決方法で押しボタン式投票があるが、2017年1月10日、 現在衆議院では採用されていない。定数は衆議院議員選挙法によって定められていた。1889年、明治22年に衆議院議員選挙法によって300人と定められた。あと、増員が繰り返され、1925年、対象14年に466人となった。ただ、 実際に466人が選出されたのは1928年、昭和3年の第16回総選挙であった。敗戦後、大選挙区制が採用された1945年、昭和20年12月の選挙法改正で468人とされたが、うち2人を占める沖縄県は、米軍の統治下に置かれて、1972年、 昭和47年5月15日の沖縄返還で、本土復帰するまで、日本の選挙法が施行されなかったので、1946年、昭和21年4月の戦後第1回総選挙、現行憲法下での初の衆議院選挙、第22回総選挙は、沖縄を除く466人について実施され、新憲法下に継承された議員定数も参照。 1889年、明治22年の衆議院議員選挙法では、北海道と沖縄県を除いた区域を区、市政施行以降の市、軍を単位に257の選挙区に分け、1選挙区から1人を選出する小選挙区制を原則としたが、43選挙区は2人区とされ、全体で定数300人となった。投票方法について1人区においては、 当然に一名短期とされたが、二区では二名連期が採用された。1890年、明治23年7月1日執行の第1回総選挙から1898年、明治31年8月10日執行の第6回総選挙までが、この選挙法によって行われた。1900年、明治33年、第2次、山形有友内閣により、 選挙法が改正され、選挙権、非選挙権が拡大されるとともに、従来の小選挙区制から原則として一つの、府県を一つの選挙区として、それぞれから二人から一人を選出する、大選挙区制に改められた。ただし、支部や離島は一選挙区として軍部からは分離され、東京市、現在のほぼ、東京特部に該当、京都市、大阪市、後、横浜市も追加を除いて、 定数一人小選挙区とされた。これにより、想定数は369人となったが、1902年、明治35年に第一次、桂太郎内閣の下で再度選挙法が改正されて、この間に新たに発足した市が、軍部選挙区から分離して、想定数381人となった。このうち、札幌区、小樽区、函館区を除く北海道と沖縄県への施行は、 当初は見合わされ、千島列島を除く北海道全域には1903年、明治36年、宮古軍、八重山軍を除く沖縄県には1912年、明治45年、大正元年にようやく選挙法が施行された。この改正から大選挙区においても短期制が採用された。1902年、明治35年8月10日施行の、 第7回総選挙から1917年、大正6年4月20日執行の第13回総選挙までが、この選挙法によって行われた。大正デモクラシーの下での不戦運動の高まりに対して、原高市内閣は1919 19年、大正8年に選挙法を改正して、納税額による選挙権の制限を残しながらも選挙権の拡大を図るとともに、 大選挙区となっていた、軍部選挙区を分割して、従来から事実上の小選挙区であった、支部、離島と合わせて、小選挙区を原則とする選挙制度に改めた。想定数は464と、大幅に増員され374の選挙区が設定されたが、そのうち68選挙区が2人区、さらに11選挙区は3人区とされて、 小選挙区制の原則からは大きく逸脱したものであった。1920年、大正9年5月10日執行の第14回総選挙及び1924年、大正13年2月20日の第15回総選挙がこの選挙法によって行われた。沖縄の宮古軍、八重山軍での衆院選は1920年、第14回から施行された。 第2次五県運動の高まりの下で行われた第15回総選挙で五県三派が勝利することによって発足した加藤公明内閣が1925年大正14年に衆議院議員選挙法を全面改正することによって普通選挙、出し男子のみが実現したこの改正衆議院議員選挙法を一般に普通選挙法と呼称する北海道から 沖縄県までの全国、ウルップ島以北の千島列島を及び、小笠原島を除く日選挙区の定数を3人から5人する122選挙区が設定され、想定数は466となった。直前の小選挙区制とも、府県を1選挙区とする大選挙区制とも違うという意味で中選挙区制と呼ぶ。1928年、昭和3年2月20日執行の、 第16回総選挙から1942年、昭和17年4月30日執行の第21回総選挙までの総選挙が、この選挙法によって行われた。この選挙法は、植民地である、樺太、朝鮮、台湾には最後まで施行されなかった。第二次世界大戦末期の1945年、昭和20年4月に、これら地域にも、 議席を割り当てる選挙法改正が交付されたが、施行日は直例で定めるとされ、未施行のまま8月の日本の敗戦となった。この未施行法による各地域への議席配分は、カラフト3人、3人、区1つ、朝鮮23人、3人、区1つ、2人、区7つ、1人、区5つ、台湾5人、1人、区5つとされ、選挙権、非選挙権は、 当該地域に居住する日本人だけでなく、朝鮮人や台湾人などにも当然に与えられることとなっていたが、選挙権については、民族期1年以上直接国税15円以上を納めむる者という制限があった。また、ウルップ島以北の千島列島と小笠原島と新南軍島、現在の南沙諸島、1939年から、 台湾高雄州高雄市に編入されていたには最後まで選挙法が施行されなかった。敗戦後、連合国軍の占領下に置かれ連合国軍最高司令官総司令部 GHQ の指導のもとに行われた民主化政策の一環として、茂原基重郎内閣によって1945年昭和20年12月に衆議院議員選挙が改正されて女性に選挙権が 与えられるとともに、都道府県を単位とする大選挙区制が導入された。1900年、明治33年の大選挙区制とは違い、各都道府県全域を一選挙区とすることを原則に、総数468人を沖縄県を含む各47都道府県の人口に基づいて配分された。これにより15人以上が配分される、東京都、大阪府、兵庫県、 新潟県、愛知県、福岡県及び北海道の7都道府県についてはこれ分割してに選挙区とした。この結果、各選挙区では4人から14人の議員、沖縄県は2人を選挙することとなり、定数10人以下の選挙区では2名、11人以上の選挙区では3名を連期して投票する制限連が採用された。これによる総選挙は1946年、 昭和21年4月10日に執行された第22回総選挙が、米軍の直接統治下に置かれた沖縄県には実施されず、実際にはこれを除いた466人について、選挙が行われた。新憲法施行を控えた1947年、昭和22年3月の衆議院議員、選挙法改正により中選挙区制が復活し、 同年4月25日に執行された第23回総選挙は、この復活した中選挙区制によって行われたので、大選挙区制による総選挙は第22回のみに終わった。1890年、明治23年第1回総選挙から1932年、昭和7年第19回総選挙で選出された議員の任期は4年、ただし、 解散時には任期満了前に議員資格を失う。1900年、明治33年の衆議院議員選挙法の改正によって、1902年、明治35年の第7回総選挙以降において選出された議員は、議会開会中に任期を終了しても、閉会となるまで在任となった。そのような例として、第9回総選挙において選出された議員がある。 衆議院議員任期延長にぜき、する法律の制定によって、1937年、昭和12年、第20回総選挙において選出された議員は1941年、昭和16年4月から任期が1年を延長されて1942年、昭和17年4月までなった。旧憲法下の貴族院議員は、旧区旧大名、家族、 旧憲法下で設けられた近代日本の貴族階級や政府に人選され、天皇に任命された元官僚や大学教授などの学識経験者や、勲功者、高学納税者の五選といった上階層の代表としての位置づけであった。これに対して帝国議会において衆議院は選挙による民選という位置づけであり、全議員が国民のより広い階層の投票で選出された。 ことから、衆議院議員は大議士と呼ばれ、議会制度は大議制度と称された。日本国憲法下では、貴族院は廃止され、衆議院同様に選挙された議員からなる、参議院、参議院議員が誕生した。これにより、すべての国会議員が、全国民を代表、43条一行する民選議員になったものの、今日でも衆議院議員を指して大議士と呼び、 参議院議員は一般に大議士と呼ばない。国会内で行われる大議士会とは、各政党所属の衆議院議員のみの議員総会であり、衆参合わせての議員総会は、両院議員総会と呼ばれる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。